確かな学力とは、知識や技能のほか、学ぶ意欲や、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力等を含めた学力のことである。九百九十八年から九百九十九年に告示された学習指導要領においては、生きる力を育むことが、 基本理念とされ、生きる力には、基礎的、基本的な内容の確実な定着が含まれていた。基礎的、基本的な内容の確実な定着を徹底するために、すべての児童、生徒に指導する内容を、それまでより3割程度削減した。そのために、教育現場に混乱が生じ、児童、生徒にとって、十分な教育を行い得る状況でなくなったと、言われるようになり、 学力低下論争などが生じた。これを受け、文部科学省においては、生きる力という基本理念をより拡充するという目的で確かな学力を児童、生徒に身につけてもらえるような必要な諸策を講じることを表明した。当時、文部科学大臣であった東山厚子は2003年5月15日水曜日に今後の初等中等教育改革の推進方策に、 ついてにおいて、中央教育審議会に、初等中等教育の教育課程及び指導の充実、改善方策について諮問した。2003年10月7日火曜日には、中央教育審議会から答申され、これを受けて、当時の学習指導要領のすべてを2003年12月26日に一部、改正した。これが、初期の確かな学力を推進する政策であった。 確かな学力の概念は、その後も活用され続け、2008年から2009年に、告示の学習指導要領にも盛り込まれている。http://www.mext.go.jp スラッシュ b メニュー、審議、諸挙、諸挙例、等身・03100701 零さん、HTM 文部科学省中央教育審議会2003年10月7日、火曜日答申初等中等教育における、当面の教育過程及び指導の充実、改善方策についての、第一章新学習指導要領や子どもたちに求められる学力についての基本的な考え方等の、二、子どもたちに求められる学力についての基本的な考え方の、一、 子どもたちに求められる学力イコール、確かな学力より、ありがとうございます。